他でやつに聖夜と敵の今日はどのシナリオ孫悟空名前はこれか孫やっぱり孫悟空ではあそれでは行け少年から少年お前では私に勝てない。じゃあ早速その強さ見せてもらおうかな。気をつけろ。何か狙ってる。かなり辛そうだ。そんなに気を吸い取られちまったのか。やっぱりそうだ。お父さん病気なんだよ。心臓の心臓。あの時未来から来たやつに言っていたウイルス性の心臓病だ。バカに言えよ。そいつは特効薬もらってとっくに治してもらったんだろ。僕は気を吸い取られちまっただけさ。思考回路に問題があるようだな。
ロックの倒しはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。なんだ、データにないパワーだ。全力で来るんだな。あれはお遊びはせんぞ。思考回路に問題があるようだな。計算通りの戦闘だ。てめえらガラクタに知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。あいつもか。スーパーサイヤ人に。やはりこんなものか。拍子抜けだぜ。圧倒さまま、それでは行きます。精神と私の邪魔をする者は何であろうと叩き潰すまでだ。ここは俺が食い止めてみせる。何するな十郎。お前はもう停止寸前じゃないか。それにベジータも私が完全体になるのに協力してくれるそうだ。ドカンのであるお前をスクラップにするのだ。こんなことが。
ているんだセル。早く完全体とやらになりやがれ。せっかくのチャンスなんだ。構わさせんぞトランクス。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。もし俺たちの力を上回ってしまったらどうするんですか。情けない奴め、どう強くなるのか見たいとは思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。俺は奴の完全体を阻止してみせる。たとえ父さんを倒しても。俺を倒すだと？バカな。貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。さて、完全体とやらになるまで高みの見物と行くか。少し痛めつけてからいただくとするか。久しぶりだな、18号。私の想像以上のパワーアップだ。それではついに どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。君のパワーで終わらせてやる。パワーを試させてもらおうか。くそったれめ、貴様本気でやってないな。だからウォーミングアップだと言ったではないか。本気でやりやがれ。俺に散々やられて頭にきてんだろう、セル。
じゃあ少しだけ。逃げ切れましょう。いくら貴様が完全体になったといっても、こいつをまともに受け止める勇気があるか。ははっ、無理だろうな。貴様はただの臆病者だ。バカ笑いしよって、この私がピッコロの血を引いていることも忘れたのか。がっかりしたかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。このままでは負けてしまいます。しっかり。私をがっかりさせるんじゃないぞ。完全体のパワーを試させてもらおうか。カメハメハ。生きてるよ。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないと。お前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。逃げ切れはせぬ。底力を秘めていたのか。お前を殺すぞ、セイ。強気なセリフだな、トランクス。楽しみだ、私の完全体の強さを知る時が来た。これから見せるのが本当の力だ。なるほど、確かに素晴らしいパワー、私も十分に超えている。だがそれだけではこの私には勝てない。絶対に。根拠のない強がりを言いやがった。どうやら私の読み違いのようだな。ここが正念場。どや、バカな、そんなバカな、なぜ当たらない。青いやつだ。そんなことも分かっていなかったのか。本当の力を見せると言っておきながら、さらにパワーに頼った変身をするとはな。バカだ、お前は。そうだったのか。父さんはだからあえてこの変身をしなかったんだ。
こうなるのが分かっていて。それが聞いておりだ。正気は完全になくなった。殺せ。そうさせてもらうか。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したのだが。あとセルゲームの、それでは行きます。セルは いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。見せてもらうぞ、カカロット。いよいよ来た時、悟空さんが脳に余裕があったという。さすがに戦い慣れている。他の奴らとは一味も二味も違う。こいつは想像以上に強いようだ。ほんのちょっとでも気抜くとあっという間にやられちまうぞ。やるじゃないか。本当にここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。相当体力が低下してしまったようだな。先祖とやらを食うがいい、孫悟空。やめとく。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。セルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。
ったから、きっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあ怒れ、怒って真の力を見せてみろ。シルが尻餅をついたぞ。僕はやるしかない。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてくるらしいな。ではお前らの仲間たちに相談してみることにするか。あ、セル、それでは行き。セルは。もう許さないぞ、お前たち。やっと真の姿を見せたか。これで、面白くなってきたぞ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。これが本気になった私だ。それがどうした。なんだその程度か、大外れだ。この私のパワーが
完全に負けている。だが勝敗は別だぞ。くらえ、全力のカメハメハだ。避ければ地球が吹っ飛ぶ。受けざるを得んぞ。終わった。今はチャンスだ。信じられん。こんな奴がこの世に存在するとは。それじゃお前も、もう終わりだな。チクシュー、チクシャーウ。新しい、それでは行け。自分僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。ふん、それはどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。抵抗を見せてみろ。やべよ、抵抗したって無駄なことくらい分かってる。残念だ。お前は僕がコッパみじんにしてやりたかった。つまらんな。あっけない幕切れだった。では遠慮なく全てを闇にしてやるか。おい、ほら、危ないのか。ねえだろ、お
お父さん、どこ？恐怖のあまり独り言か。営業かける自分の力しろ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。わかりました。やれるだけのことはやってみます。調子に乗ってしまったせいで死なせてしまって、さあ終わりだ、終わりにしてやる。新しいバトルをゲットしましたよ。これで全てが終わる。それでは行きます。過去におけるし、俺を殺し卵に戻って、タイムマシンに乗り過去へ行って、17号と18号を吸収するつもりなんだろう。完全体になるために。なぜそんなことを。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと、さがごときが偉そうに。せい、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分に倒せるはずだ。そうか、お前過去に行ったのだよ。なるほど、妙に事情に詳
らしいマグマ。フランクス、貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。それにしても今の俺なら倒せるはずだというのは心外だぞ。貴様の力では俺様は愚か、17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ。まさか二人が消えてしまったのは貴様が。絶対お前を盾に相手さん。ふざけ青二歳が。お前を生かしてはおけない。ここで始末する。これで終わりだ。片付けてやる。俺は負けるわけにはいかない勝負なんだ。敵は弱ってきてる。今はチャンスだ。こうなったらこの技で驚くがいい。かめはめ。完全に消え去ってしまえ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。無事セルを倒すことができました。ちょっとそこの少年、ここで何しとるんだ。あなたは確か。そうだと思う。私が格闘技世界チャンピオンであるミスターサタン様だ。そのミスターサタンが魔人ブーを退治しに来たのだ。魔人ブー、何ですかそれ。悟空さんたちに知らせた方がいいかな。悟空、あのトリックを使う金髪の兄ちゃんのことか。心配は無用。それでは私は魔人ブーを倒しに行くとしよう。大丈夫かな。ご飯たちの活躍に。他ではできねえバトルを体験できんぞ。